どうも、どうもです。今日は我が国会のコンサートトレ札幌の J1 第33節。アビスパー福岡と2戦の解答を行いたいと思います。ふたんこにおい、ね、コンサートトレ札幌と新作かどおかいしますので、お興味あればチャンネル登録の方をよろしくお願いしますそれでは行きましょうということでですね、ま、あ一言で言うなら、え、激渋試合という、という展開になってしまいましたね。まあ、0対0。ま、あホームのコンサートトレとしては、この試合勝って、えー、残留を決めたかったんですけども、まあ、本当に渋い試合をして、 えー、0対0の勝ち点1を分け合うという結果になりました。今日はこのゲームの解説を行っていきたいと思います。まず、試合前の注目ポイントとしては、えー、久々の J 選手先発ということで、えー、まあ中央、えー、を起点にしたいっていうコンサートまでの狙いがあったかと思うんですけども、まあそこが機能するのかどうか、えー、これは試合前から注目していました。ま、最近の流れで言うと、例えば、小ガ選手がワントップのところに入って、まあどんどんスペースに出ることで、その空いたスペースに作動がどんどん入っていくような、 サッカーがあったと思うんですけども、今日は J 選手が先発ということで、どちらかというと流動性というよりかは、J 選手が真ん中にドシッと構えて、あその周りをチャーキップ選手とか、小ガ選手が動いて、えー、ボールを引き出していくような、そこから散らしていく、というような試合展開にしたかったと思うんですけども、まあ、実際ね、まあ、福岡も3-4-2-1ですけども、両サイドウィングがこう降りて、5バック気味になって、5-4-1みたいなところで、えー、で、引くわけじゃなくて、えー、ブロックを組んでからどんどん、 後ろからどんどんどん出てくる守備にですね、見事ハマってしまいましたね。コンサドーレのいいところを消すようなサッカー。そしてどちらかというと、福岡の持ち味が出てしまうようなゲームになってしまったんじゃないかなと思います。それでは試合を振り返っていきたいと思うんですけども、まず立ち上がりですね。立ち上がり10分、まあ20分ぐらいまで、コンサドーレがいつもの通り前からプレッシングをかけて主導権を取りに行きますが、まあ主導権を取れたかっていうと、 ボール支配率こそ60%以上、えー、コンソト通りが握る展開ではあるんですけど、主導権握れたかっていうと、えー、必ずしもそうは言えないような流れだったと思います。その最大の要因は、えー、僕はカウエ選手と、えー、前選手の中盤のプレッシングが非常に効いたなと。まあ、全体が、えー、福岡全体の守備が良かったと思いますが、特に最後のボール回収の球際の部分で、やっぱり二人のフィジカルと、まあ、経験値も読みもそうですけど、えー、高かったからこそ、 ある程度のところまではコンサドーレがボールを運べるけども、もう二人のところで回収、最終的にはされて、そこから、まあ、ショートカウンターっていう距離じゃないんですけど、少し引いたところもあったので、えー、まあ、ちょっと長めのカウンターが発動して、シュートまで行かれるような展開が、えー、20分過ぎぐらいまであったと思います。まあ、そんな中でなかなかコンサドーレも苦しい状況の中で、まあ、一個ポイントになった、えー、プレーはですね、14分、えコンサドーレが後ろでボールを回している中で、まあ、高見選手が、荒野選手に出したボールが少しこう、意図が合わなくて、 え、浮いてしまったボールをダイレクトで、ベルトメンデス選手が、え、ロングシュート狙うシーンがありました。まああれ、うまくコントロールされたら、まあ完全に失点でしたけれども、まあ、ああいうミスは本当に気をつけたいなと思ったし、やっぱあのミスも一つ大きかったと思うんですよね。ああいうのが出ると、ちょっと周りの全体の選手も、少しこう、いつもよりカバー深めにしようかとか、えー、ちょっと縦への消極性が薄れたりするんですよね。危険な場所への、 えー、縦パスっていうのを少しためらってしまうような、まあ、原因の一つになったようなプレーだったと思いますが、まあ、あれは、ま、高宮選手が悪いのか、あれの選手が悪いのかって、そういう話じゃなくて、えー、ちょっとやっぱ連携の部分が、まあ、全体として合わなかったんじ,じゃないかなと、えー、いうふうに、象徴となるような、えー、プレーが、もう14分に出てしまったなという印象です。まあ、そんな展開の中で、給水明けですね。え、30分にまあビッグチャンス。まあ、この試合を通じて、 もう唯一のビッグチャンスと言っていいぐらいのビッグチャンスが30分に来ました。えー、青木選手のスーパースルーパス。まあ素晴らしい弾道と角度と、えー、もこれ以上ないっていうぐらいのスルーパスが出て、小頭選手のファーサッチもすごく綺麗だったので、まあそのままゴールに直結するようなボール運びで、それでスピードも乗ってたんでね、まあ完全にワンタッチで、えー、ゴールキーパーをかわして流し込むだけっていう状況だったんですけど、まさかのね、まあかわしたところは良かったと思うんですよ。ただ、 こけてしまったっていうね。まあ、あそこはほんと致命的でしたね。やっぱあそこを決めるか決めないかで、試合の展開もうガラッと変わるようなシーンだったので、やっぱガシワ選手、本当にいつも、えー、豊富な運動量と、どん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 こう抜けていくスピードがチームの勢いにものすごくプラスになっていますが、やっぱり決めるところを決めるってところでもう一段、二段、三段と、えー、上に上がっていく選手なんじゃないかなと思うので、やっぱりね、あの、期待も込めて、 えーまあ、厳しいことを言うようですが、やっぱりあそこは決めてほしかったなというふうに思いました。まあ、その後も、えー、福岡ペースと言っていいんですかね。まあ、支配率はコンサドーレですけど、えーまあ、福岡の戦略がハマった試合が前半続いて前半終了してしまいます。まあ、あんまりね、コンサドーレとしてはシュート1本ですかあの、小ガ選手の持ち出しがシュートにカウントされたのかなっていうぐらい、まあ、シュートの記憶がない前半でしたね。まあ、久々にこういうゲームだなっていう。 え、感じですが。じゃあなんでこんなにシュートまでいけなかったのかなって考えると、まあ僕なりには、えー、やっぱ j イ選手のところになかなかボールが入んなかったからじゃないかなと思います。やっぱり中央にボールが入んないとですね、えー、福岡も3、4、2、1で合わせてきてますから、その両サイドウィングが引くと、やっぱりいつもコンサドーレが使いたいスペースに人が大量にいるんですよね。なので余計に中央に絞らせないと外は開かないということで、 中央にボールが入るかどうかっていうのがかなりポイントだったと思うんですけど、まあ、ほとんど収めるシーンはなかったと思います。ただ、じゃあ、ジェイ選手が悪いのかっていうと、そういうわけじゃなくて、ジェイ選手にいいボールが入れば確実にキープできる能力の長さっていうのは、まあ、この試合でも、本当ちょっとですけど、見せてくれているので、やっぱりいいボールが入れられてないってところに問題があるんじゃないかなと、えー、思いました。ジェイ選手の周りの小ガシ選手とか、えー、チャンジプ選手、 えー、受ける位置もかなり低かったような感じもしますし、まあ、あそこが連動してボールを受け入れていたら、もしかしたらもっと J 選手に真ん中、えー、危険になったかもしれないし、まあ、それ以前にですね、まあ、福岡のプレッシャーが非常にうまくはめられていたので、まあそこを打開するような、えー、まあ、宮田選手とか、えー、いつもいたらですね、もう少し人の動きとか出して流動性みたいなのが出てくると、もっとスパッと、えー、斜めからこう、まあ、 J がいるからって、あの、ロングボールだけじゃなくてですね、結構足元の技術で収めるのが得意な選手だと思うので、結構くさびのスッと言ったボール、で、J 選手をキープして、サイドに流してクロスみたいな展開があると、もっともっとコンサドーレらしいゲームになったなっていうふうには、えー、前半見てて思いましたね。ということで、前半はコンサドーレらしいサッカーができなかったので、後半、僕はなんか、選手交代とかして、えー、頭から変えてくるかなと思ったらですね、ミスカのところ、今回は動かずでしたね。 まあこういった苦しいゲームは我慢するっていうのも一、えー、つ大事かと思いますし、まあ、勝負どころで一気にチェンジするっていうのも一つ手だと思うので、まあ、どこでミシャ監督が動くかっていうのも注目していました。後半始まって早速でした。49分。まあ、コンサドーレが相手陣内でボールを回している中、奪われて一気にカウンター。えー、で、もうドフリーでしたね。渡り選手ドフリー。あれだけドフリーも珍しいっていぐらいドフリー。ただ、あの、ボールの運び位置が少し斜めにずらしすぎだった。おそらく少し斜めにずらして、 角度つけて左に流したかったと思うんですけど、流す角度がちょっと深すぎたのかなっていう。なので余計に菅野選手がいいポジショニングとって、まあよく触ったのもあるんですけどね。まあ、神セーブを見せてくれました。本当に菅野選手いつも、あの、こういう渋い試合では、神セーブ連発なので、まあこういうところはね、あの、菅野選手の苦労で、ね、報いたいなと。まあ一発、どんなゴールでもいいから入ってくれたらな、とも思ったんですけど。で、なかなか展開が変わらない中、61分。 えー、コンサドーレ交代します。なんと、小川選手に代わって、柳選手ですね。まあ、この交代見て僕も思ったのは、今日は J 選手ありきの戦い方をできるところまで、まあ、継続できるところまで引っ張るんだろうな、というふうに感じました。まあ、先ほど言った通りですね、コンサドーレの前線がこう3枚が流動的に動くというよりかは、まあ、J 選手の真ん中にどしっと構えて、周りがこう動くやり方をギリギリまで、えー、今日は試すというか、トライする。 えー、方を取ったんだと思うんですけども、ただここからですね、給水タイムに入るまで、この通りは前半ほとんどシュート打てませんでしたけど、後半だけで5本シュート打ててるところを考えると、だいぶですね、まあハーフタイムで指示あったんだと思うんですけど、まあ中央のくさびのいいところ、えー、ちょっとリスキーでも入れてこうっていうところは、えー、あったと思います。そこでだいぶ酔ったところで、えー、大きな展開が生まれ出したので、まあコンサドートレーのリズムが少しずつ出ているのかなとも感じました。ただこの後半のですね、給水タイム後も、 なんと僕びっくりしましたけど、展開全く変わらなかったですね。もう、激しぐ試合、と言っていいんじゃないでしょうか。まあ、74分まで、えー、ジイ選手を引っ張って、そこからドちゃんに変えて、えーまあ、役割はさほど変わらなかったと思うんですけど、あの選手と深井選手の交代ということで、まあ、深井選手が久々に戻ってきたっていうのは、まあ、今日のコンサドーレの、まあ、一番のニュースにもなるんじゃないかなっていうぐらい、素晴らしい復帰だったと思います。深井選手のパフォーマンスも、その後20分弱、 え、素晴らしいパフォーマンス見せてくれましたし、玉木もやはり強さ感じるところと、ビルドアップもかなり安定していた。プラス、やっぱ高さもあるので、の人にとっては素晴らしいニュースですよね。ただ、83分、そして84分にも立て続けにピンチありましたね。金森選手が前線でキープして、まあ非常にいい選手ですね。え、た,ためが作れる選手というか。から、ラストパスが出て、ファンマー。また1対1でしたけども、田中選手が間一発、素晴らしいスライディングで難を逃れますが、その逃れたコーナーキックでまたしてもファンマー。 ええー、ドンピで合いましたけども、ギリギリ枠を外れてくれました。まあ、ここを決まっていれば、万事休すの展開だったと思いますけども、まあ、そのまましのいで、ただ、流れも、その後も変わらないまま、ええー、なんと試合終了という展開でした。まあ、正直ですね、まあ、今日の勝ち点1っていうのは、ええー、ま、悔しいですけど、妥当だったかと思います。まあ、ホームでね、ええー、しかも順位が近い相手に対して、 勝ち点一が妥当っていうのはなかなか言いたくないんですけども、まあ、今日の試合結果、ま、支配率も1試合を通じて、コンサートで上回りましたけども、どちらのサッカーができてかったかって言えば、ま、あ福岡だったと僕は思います。でもだからって、悲観する必要もないと思うんですよね。まあ、シーズン、長いシーズン通して、やっぱり1試合2試合ぐらいは、こうやって90分、なかなか主導権が握れないまま、なんとなくうまくはまらないなーってまま終わる試合もあると思うんですよね。ただ、 J リーグ上位のチームは、そういったなかなか自分たちのサッカーはできない試合でも、勝ち点3を取り切る力があるチームが上位に残ってるんだと思います。まあ、コンサドートオレも、今シーズンは厳しいですけど、まあ、来シーズン以降、こういった自分たちのサッカーができない中でも、いかにして勝ち点3を取り切るのか、そういったところがまた課題になってくると思いますので、次はホームで湘南戦です。勝つか負けるか。で、また流れも大きく変わってくると思いますから、え次の湘南戦、えー、ホーム。 今日の試合で5試合かな、えー、勝ちなしで、無得点なので、次はぜひですね、点を入れて勝ちましょう。こういう渋い試合で、ちょっと今日は何だっていう人も多かったと思いますけども、まあ、次の試合、また期待して全力で応援していきたいと思います。今日は J1 第33節、我らが北海道コンサドル札幌と、アビスパー福岡のゲーム解説を行いました。普段このチャンネル、のコンサドル札幌中心、作賀の動画解説しますがご興味あればチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、バイバイ。